マリオカート続きやっていきたいと思います。風船バトルですね。はい、まあ3試合目やっていきたいところですけども、まあさっきはね、パックンと、ドッカンボム兵だったんですけど、まあまあまあどっちもね、微妙でしたね、正直。ドッカンボム兵はね、あそこで1位取っときたかった。待って、なんで早速やられんの、待ってくれ、今のコーラは何やろう。ちょっと開幕ね、まだ10秒っすよ、10秒。まあ、開幕からいきなりやられていくのはちょっと対策悪すぎるわ。まあ、そういったところで、ね、やっていきたいところなんですけども、風船バトルとかめっちゃ懐かしいですよね。風船バトルってね、初代のマリオカートからこれルールあるんですよ。皆さん知ってますか？あ、初代じゃないわ。64か。64からありますね。ねえ、マリオカートもね、そう考えたらね、結構古いっすよね、歴史。これって何年前ぐらいからマリオカートって。20年以上前ぐらいからあるよね。そう考えたらマジですごいよな。こんだけ続くシリーズって、ほんと。だからなんだかんだでね、僕はやっぱ64のマリオカート好きでしたね。64とかゲームキューブとか。あの時代がやっぱりね、楽しかった気がする。うん。だからめっちゃハマってたから、当時は。まあ今もね、もちろん面白いけど、なんかね、僕は昔の方が好きかな。なんでやろうな。思い出補正ってやつですかね。おっと、ラッキー、やっていく。特に、この風船バトルとかやってたら昔思い出しますね。おっと、やめて。やめて、人が話してるんだから。ちょっとやめて。みんな仲良くしようぜ。ね、やっぱりその話し合いで解決しないとね、僕はいけないと思うんですよ。ぶんの。どこおんねん。どこ待機しとんねん。びっくりしたよ、今。なんであんなところおったん？オッケー、ラッキー、やっていく。お、もう一発やっていく。ナイス。いいね、いいね、いいね。4やりですよ。残り1分で4やりはなかなかいいんじゃない？お、これいける？オッケー、ラッキー。ねえ、今のボムはナイスやな。オッケー、オッケー、オッケー。おお、王冠。もう自分が今一番か。これはちょっと逃げ切りたいところやけど、いけるかな？これはね、逃げ切りたいですね。残り45秒ぐらいか。どうする？お、いた！待って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 。そう、今耐えたらできんかった。いける？あー、無理か。ちょ、待てよ。どこや？どうしよう。これ、このまま体当たりでちょっと誰かに突っ込みたいんやけど。ぶっちゃけさ、風船バトルで一番強いんで、このトリプルね、トリプルの、のこのこの、のこのこちゃうわ。なんか甲羅ですよね。これ一番強いよな。なんだかんだで。俺、風船バトルで一番強いのこれやと思うわ。さて、さて、さて、敵さんは、おっと、待って、一番のやつおるやん。耐えたり、やっていく。さあ、ダッシュしたぞ。王冠ダッシュしました。お、これもしかして勝ちじゃね？お、やったぜ！やった、一番じゃん。